ホテル四季の館、箱根芦ノ湖、秋の観光スポットのご紹介です。箱根美術館新鮮郷は令和3年3月26日に国の名勝の指定を受けました。昭和19年から昭和28年までの戦中戦後の混乱期に造園した庭園です。神奈川県内最大級の湖芦ノ湖、遊覧船や海賊船から富士山も眺められ、天井からの紅葉もまた格別です。駒ヶ岳の頂上部と芦ノ湖湖畔とを結ぶ全長1783メートルのロープウェイ、四季を通して登拝者でにぎわいます。山頂からの大パノラマと富士山の絶景、運が良ければ雲海を眺めることができます。箱根湯本から強羅までの 8.9 キロの山間部を走る箱根登山鉄道は、甘酒茶屋など旧東海道の趣を今も残します。幾筋もの繊細な水が線の糸のように落ちる千筋の滝は、モミジやカエデなど美しい紅葉が楽しめます。大涌谷は今から3000年前、箱根火山最後の水蒸気爆発を起こした深山の爆裂火口で、今でも噴気が立ち上ります。桃源台から早雲山までの約4キロを結ぶ箱根ロープウェイは、箱根一押しの観光地です。箱根芦ノ湖を一望できる高台に立つホテル四季の館箱根芦ノ湖は、芦ノ湖を一望できるロケーションが自慢の宿です。入り口のテラスからは芦ノ湖の大鳥居と芦ノ湖の遊覧船が一望でき、ご宿泊中の時間帯に応じてさまざまな表情の芦ノ湖を楽しむことができます。雨上がりの朝は麓一面が雲海となり、まるで山水画の絵の中に入り込んでしまったかのような幻想的な景色が眼下に広がります。全客室のバルコニーにはヒノキの露天風呂をご用意、芦ノ湖や雲海を眺めながら誰に気兼ねすることなくご滞在中いつでも温泉をご堪能いただけます。そして雨上がりの朝など気象条件が合えば、お部屋の窓の外には見渡す限りの雲海が一面に広がります。都会ではなかなか出会えない雲海で始まる一日をお楽しみいただけます。また当ホテルにはワンちゃんと泊まれるお部屋もご用意しております。ワンちゃんと一緒に箱根旅行に出かけてみませんか？ホテルから車で約8分のところにある富士芦ノ湖パノラマパークには、箱根の自然のパノラマが広がる開放感あるドッグランがあります。芦ノ湖や富士山を眺めながらピクニックやワンちゃんと楽しく遊ぶことができます。そして9月1日からは秋メニューがスタートいたします。秋の食材をふんだんに使用した懐石フレンチをご用意いたしました。メインディッシュは地元神奈川県産相州牛と岩手県産小鹿の備長炭炭火焼き。相州牛は香りあるスパイスで整えたソースを絡めて焼き上げ、小鹿は赤ワインと鹿の旨味を凝縮した出汁のソースでご用意いたしました。味わいの違いをお楽しみください。
フォアグラとトリュフの贅沢な食材を組み合わせたロッシーニ風でお召し上がりいただけます。秋の箱根観光の拠点にぜひホテル四季の館箱根芦ノ湖へお越しくださいませ。お待ちしております。